心境の世界に感じる不完全さ、その源をたどれば心境から脱する道があるかもしれない。英雄たちはその可能性に望みを託し歩みを進める。そこへまたしても見知った者たちが現れた。孫昌光ら孫吾にゆかりある者たちの姿をした彼らは、対話の余地もなく英雄たちに襲いかかってきた。だが孫権は不敵な笑みを浮かべていた。真に孫吾のものか否かは戦の牙にて問えばいい。勝負の魂が虚実入り乱れる戦場に長ける。将校たちが敵みたいだけど、あれも胸像なの？それとも本物？真に孫家のものならば武で語らえよう。正体など武器を交わせばおのずと知れる。もし彼女たちが胸像ならば、これは賜物前の妨害かもしれません。私たちの目的に気づき、この世界から出さないようにと。ならば敵の花を明かしてやるまでだ。神王殿、かぐやだ、ここは我らに任せてくれ。孫吾の者の始末は我らでつけます。その間にここを出る方法を探ってください。敵の目は私たちが引きつけるわ。人間もやればできるって知ってるでしょ。皆様、承知いたしました。必ずや手がかりを見つけてご覧に入れます。さあ行くぞ。孫吾の牙で奴らの正体を問うてやろう。の戦、見せてやろう。真に孫吾のものか、刃にて問う。行くぞ。まずは襲われている味方を助けに向かう。助けてくれんのか。ありがたい。普通にヤバかったんだ。すまん。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。次こそは我が知略でお前を倒す。敵将討ち取った。おかげで助かった。今は借り一つってことで後で返す。この流れ変えなくては。そうしていただけると感謝します。救援片付けない。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。敵将討ち取った。窮地は脱したようですね。助かりました。信長様の軍勢が天王山で交戦中です。私たちも合流して戦いましょう。
この先へは進ませないぜ。素晴らしきか。危ない場所へ。いいですか、私から離れてはいけませんよ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。撃ち取った！何？落石を避けて攻めきたか？火星ですか？ありがとうございます。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。こういう攻め、嫌いじゃないわ。悔しいな。引かねば。敵将、撃ち取った。助かりました。ありがとうございます。お見事にございます。こういう攻め、嫌いじゃないわ。あら、お助けに来てくれたの。かわいいわ。助けてくれるの。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。この程度では満足できないわ。楽しみましょう、最後まで。私の知略に勝てるとお思いか。落石とは、我々は西から進みましょう。きっと共に強じよう。火星タイム。反撃に転じよ。抗う者すべてたやす。なかなかやるみたいね。渋滞年始、敵を迎え撃つわよ。結局当たった。大声でマグマを呼ぶなんて。だが心配かけしまった。あれだって姫様のもとへは行かせません。たとえ誰であろうと。天使虚像か。分かっていてもやりづらいものだな。結局私でしょ。はこの程度では満足せぬな。誰であろうと、ここは通さ。シュウタイが私を裏切るはずがない。キョゾメ、ラッコ。
私の出番か。ここで決める。敵将撃ち取ったり。任せてもらおう。私の知略に勝てると思いか。受けてみろ。あなたたち調子に乗りすぎよ。ちょっと痛い目に合わせてあげなきゃね。どうに謝る親がいるか。無造よ、相当の虎が相手となろう。証拠、競争だよね。冒頭の虎、孫文大こそ真の三国無双よ。ここで負けるなんて悔しい。敵将撃ち取った。見たか、今後の絆、暴走などに立たれはせんぞ。しゃあ、勝った。私の活躍で。いくら競争って言っても将校を倒すとかいい気分じゃないわね。しかし多くの仲間も救うことができた。それは大きな収穫と言えよう。こちらも収穫がありましたよ。皆さんが頑張ってくださったおかげです。ああ、神王殿にかぐやだ。何か手がかりが得られたのか。はい、この世界の出口とでも言うべき場所を見つけることができました。さすがカグチンと神王様、これでやっとここから出られるのね。ただしそこまでは少し距離があります。また妨害が入るのは確実でしょう。どんな敵が来ようと問題はない。皆でこの世界を出るまで戦い続けるのみ。そういうこと。こんなとこに長居したくないし、急ぐわよ。よし、うまくいったな。見事なお手。奇妙な世界だ。敵が知った顔だとつい手心が加わる。賜物前ってのは大した敵ですね。人を騙し混乱させるのがうますぎる。この先妨害はさらに激しくなるでしょう。ですが皆様のお力を信じております。
胸像を撃ち、仲間を救いながら英雄たちは進み続けた。神教の世界が醸す不完全さは、もはやかぐやだけでなく、誰もが感じられるほどになっていた。目的の場所は近い、そう確信する英雄たちの前に、玉物前が差し向けた敵が立ちはだかる。この神教の世界から抜け出し、混乱に決着をつけるには、ただ眼前の敵を倒して前へと進むのみ。立花宗茂たちは目の前の戦場へと足を踏み入れる。やはりここまで来ると敵が多いな。そう簡単に返してはくれないということか。でもよかった、知ってる人はあんまり敵にいないみたい。いえ、油断は禁物でしょう。これで終わるとはとても思えません。そうだな、これまでの経緯を考えると怪しいけど、俺たちは前に進むだけです。たとえ誰と戦うことになったとしても。ああ、その通りだ、両党。我らで力を合わせ、この世界を抜け出そう。少しで出口があるはず。だが、まずはここを突破せればならんな。やはり後頭は落ち着くね。ちょっと元気が変わっちゃってるけど。確かに、故郷は故郷ってことですからね。行くぞ、夏場での力を示すのだ。敵の奇襲か、みんな、なんとかしのいでくれ。風を変える。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。目の覚める戦ぶり、見事。いいぞ、見事な働きだ。連中、何を起こってる。せっかくの綺麗なことが台無し。裏口はいらぬ。熱すぎるな。本物ならもっと面白い反応をする。遠慮は無用だ。やむを得まい、来客だ。敵じゃん、撃ち取っちゃった。逃がすと思うかい。貴様の力見せてもらった。敵将討ち取ったよ。よし、これで先に進めるな。ここ冒頭は地形が入り組んでいる。このまま進めば攻撃されるやもしれん。よし、軍を二分して進軍し、攻撃を防ぐぞ。ないだよ。お見事な武勇にございます。逃がすと思うかい。私の知略に勝てんと思いか。ないだよ。行くことが、そのまま負けではない。敵将撃ち取ったよ。ないだよ。その戦ぶり、手本といたします。
変える。バイバイ。風を変える。行こうか。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。私の知略に勝てんと思いか？おお、一段と冴えておいでですな。ヨダ、孤立した本陣を狙え。我らがこの道を通ると知っていたか。急いで本陣の救援に向かわねば。ないだよ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。風を変える。悔しいが、これは引かねば。敵士を討ち取って。バイバイ。私の知略に勝てんと思いか？苦しい状況ですね。こういう時にこうある薬草は。ちょっと、これで助かりましたよ。行こうか。色男同士、そうよ。ここは仲良くやろうか。確かに俺様は色男だがね。ないだよ。てめえと仲良くする筋合いはねえ。どうだっても分かるけどね。納得いかないっての。敵がこちらを熟知しているならば危険だ。このまま進軍するわけにもいくまい。北の丘には伏兵を配しやすい。まずはあそこの安全を確保するぞ。あなたの治癒は相変わらず素晴らしいですね。何の、俺一人ではまだまだ。心強い仲間がいればこそです。風を変える。そうですね、あなたたち人間はだからこそ強い。このままでは拉致があかん。砦へ向けて進軍するぞ。よし、今だ。全軍敵を包囲し殲滅せよ。し
正面から突っ込む。自分の死ぬ。この高校服と勝負せいや。ま、受けて立つのも悪くないか。まだまだお迎えはいらんでの。相走る戦ぶり、まずはお見事。さすが椅子型とはいえ周囲ほどの間だけはある。あれど信念は感じられぬ。でなくしては本物には遠く及ぶまい。こんなところでまで鬼に出くわすとはね。ちょうど退屈しておったところに敵討ちだ。想像じゃないのか。どちらにせよ戦うしかないよ。美姿であれその力は本物と変わらぬもの。このままでは耐えられません。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。この修也様は本物じゃないんだ。働きだ。行こうか。逃がすと思うかね。悔しいがここは引かねば。敵将撃ち取ったよ。アズマン連続。鬼が戦うには物足りぬ世界だ。俺たちと共にここを抜け出す気はない。鏡の世界。手応えがないのはそういうの。わしもお主らに同行しつまりに。よし、これで共闘は全て退けたか。ケンサー子供に踏み潰されたいか。おいおい、最後は4が俺たちに言ってないってな。ついにリュフの胸像まで出してきた。山物前も焦ってきたね。我らの力を合わせれば倒せぬ相手ではない。奴を倒し、この世界から脱出するぞ。これまででしょうか。その戦ぶり手本といたします。まあ、俺が真の三国無双ってね。よくやってくれました。耐えなよ。諦めろ。お前はここで終わりだ。まあ、相手するとしますか。まあ、相手するとしますか。あがいても無駄だ。おお、一段と冴えておいでですな。具合だよ。バカな、この俺が。これで道は開けた。いざこの世界から抜け出さん。お、出たね。
これがこの空間から抜け出す道ってやつか。わーい、これで帰れるんだね。あたしに一番。あ、おい、世界を抜けられたようだな。それに心境は割れて力を失った様子。もうあの世界に迷い込むことはないでしょう。よかった。ねえ、今度こそ本物の周遊様に会える？ええ、もちろんです。一旦どこかに皆を集めましょう。心境が割れたとは言っても敵は玉物前、また次の手を打ってくるかもしれませんしね。そうなる前に皆へ事情を説明しよう。一刻も早く玉物前と戦う準備をせねばな。皆さんの力を借りられるのでしたら、彼女を再び封じられるかもしれません。殺生石への封印には三皇の力が必要です。復帰と除火には私から協力を頼みましょう。うん、悪い人を懲らしめないね。それじゃ早いとこみんなを集めちゃおう。わーい、わーい。ふぅ、お見事にございます。さすが、あなたなら。皆の疑心をもてあそぶ許しがたき悪行、我らの手で止めねばならん。玉物前とダッキが組んでいるならば一筋縄ではいかぬであろうな。感知に長けた敵に悪くはない。戦と博打は先が読めぬほど面白い。たちは巨像を倒し心境の世界を脱出した。あとは玉物前を倒し再び殺生石へと封じるのみ。それでこの騒乱は収束するはずである。封印には復帰序から旋回の章も力を貸してくれるという。だがそれにはまず玉物前の力を削いでおく必要があった。ならば人界の英雄たちは己のなすべきことを知り強くうなずく。玉物前と戦いこれを打ち破る。直江兼続たちは騒乱に決着をつけるべく戦場に向かう。玉物前の封印、お主らの力を借りるとは面目ないの。知っての通り、あやつは妙な手を使いおる。
わしらでも相手をするには骨が折れるのよ。いえ、玉物前と戦うのは我らの意志。あの者を放置するわけにはいきません。俺たちはこの世界を守りたい。そのためなら戦う覚悟があります。そうか、ではよろしく頼む。お前たちには奴の力を削いでもらいたい。揚力が強いままでは封印はできない。とにかくできる限り弱らせてくれ。承知いたした。俺たちに任せていただきたい。散々引っかき回されて、この戦で全てひっくり返してやる。怪しげな術にはもう惑わされぬ。我らの気概で邪神の輩を封じるのだ。時を刻み込む斬新ザッ。ダッキは周到に手勢を展開しています。私たちの追跡を予期していたようですね。困難が待ち構えていることは覚悟の上、我らの気概で押し砕くのみです。まずは玉物前様に協力する者たちを。それが寛容かと存じます。玉物前に雑記、敵は容器にて戦をなすものか。これはこれで戦いがいがあるだろう。口当てろ。俺が行こう。バランス均衡活躍。人間どもめ、調子に乗るな。その戦ぶり、手本といたします。俺を楽しませて。なぜ玉がダッキというのだ。隣の世界の鏡像と同じ偽物の類か。いや、迷っては敵の思うツボだ。今は迷いを捨て敵を倒すのみ。ほらやっぱり玉物前さんを追ってくると思ってたのよね。でもダメ、玉物前さんの人には行かせないわよ。満足。それがいい。口当てろ。旋風砲。よくやった。
からよ。人の心をもてあそぶ不義の輩め、私が必ずや成敗してくれん。敵将、太子信が討ち取った。ああ、もう私は忙しいから待てね。本の策を仕込んで、この戦、面白い博打になる。敵もやりおる。よくやってくれました。あっそう、ここまで来ちゃったの。皆さん任せたわよ。玉物前の機会がしたから来たのに、よも復活しているんだ。以前もあなたの力をお借りしましたね。ご協力をお願いできるでしょうか。もちろん。ではまず指揮で敵の動きを阻むとしよう。敵の兵力は衰える気配すらありません。いくら倒したこれでは。おそらく玉物前の仕業によるものでしょう。何か手を打てればいいのですが。玉物前、やはり侮れぬか。この地には流血がある。これを理性に敵の現出を防げる。打ちのめして。今ここに敵が増えては厄介。俺が行こう。式に敵増援の動きを封じさせるとしよう。なんだ、この変なやつ。邪魔だ。叩き潰してくれる。やってくれるの。流血に急ぐとするか。ラッキー、魔物の前に組みし、世を乱すか。ジョーカー、行くぞ。わしら旋回の将の力、見せてやろうぞ。打ち砕く。敵将、太子信が討ち取った。これぐらいにしといた。せいぜいあがくがいい。せいぜいあがくがいい。やりおる。これぐらいにしといてやる。恨めしきかな。おのれ、アナ肉に。わらわでは倒せぬか。流血を狙ってきたわね。でもこの先には行かせてあげない。生命様の術を成功させねばなりません。ここはまず八鬼様を退けましょう。ですが油断は禁物です。殺してやりましょう。どんな失態を。僕を煩わせて申し訳ない。感謝のしようがございません。おお、一段と冴えておいでですな。その戦ぶり手本といたします。見事なものだな。面目次第もございませぬ。メス、面目次第もございませぬ。ロゴン、
らず報じましょうぞ。お助けくだされ。終着至極に存ずる。終着至極に存ずる。面目次第もございませぬ。ここで口当てろ。それこそが真の三国無双よ。さすがのお働き。お助けくだされ。おい、鬼ごと噛み砕いてくれ。これぐらいにしといてやる。おい、骨ごと噛み砕いてくれ。これぐらいにしといてやる。一段と冴えておいでですな。投げろ。天界の人たちが揃い踏み。そんなの相手にしてらんない。ちょっと来てくれて助かりましたよ。逃げるぞ。おふったり。ああ、やられちゃった。降参降参なんてね。無事に流血へとたどり着けたか。この地の力、私ならば使いこなせる。賜物前の妖力を抑えることもできよう。さあ、術はなかった。賜物前がこもる砦を目指そう。呂布が4人とは。逃げろ。賜物前の力によるものか。カグ土に次第を放せ。奴ならば俺が行こう。火を消せるだろう。承知しました。事情は聞きました。俺の力で火を消しましょう。おう、やるの。素晴らしきご活躍。最強の武を見せてやる。打ち取った。
よし、俺たちも一緒に進むぞ。うっそー、ヨフさんやられちゃったの？やっぱり偽物じゃダメね。おお、一段と冴えておいでですな。いたずらが過ぎたな、ダッキー。その少年、私が叩き直してやろう。もう、しつこい。羽根継さん、ちょっと熱苦しいのよね。敵の親玉と直に戦えようと、この場合じゃ、私にも運が向いてきたよ。勇ましきことよ。なれど、騒がしゅうて気に食わぬわ。皆の疑心を発汗。英雄たちは巨像を倒し、神教の世界封印。たまもの前の死。いえ、俺そよ承知。散々怪しげな女。愛と義を刻み込む斬新斬馬の。ダッキは周到に手勢を展開しています。逃がってるぞ。私たちの追跡を予期していたようですね。本人が待ち構えていることを覚悟の上、我らの気概で打ち砕くのみです。まずは玉物の前線に協力する者たちを倒す。砕けろ。それが肝要かと存じます。玉物前にダッキ。敵は容器にて戦をなすものだ。これはこれで戦いがいがあるだろう。貴様はここで口当てろ。敵将、大七人が討ち取った。おお、一段と冴えておいでですな。剣玉め、調子に乗るな。せいぜいあがくがいい。敵将、愛をもって討ち取った。ふん、俺を楽しませて。なぜよくあったきといるのだ。我の世界の構造と同じ偽物の類か。いや、迷っては敵の思うつぼだ。今は迷いを捨て敵を倒すのみ。やっぱり来た。玉物前さんを追ってくると思ってたのよね。
浜物前さんのもとには行かせないわよ。ダッキー、何を企んで浜物前に首する。別に面白そうだからよ。人の心をもてあそぶ不義の輩め、まず私が必ずや成敗してくれん。俺がこの口をし素晴らしいご活躍。私は忙しいから、またね。どんな策を仕込んでいる。面白い博打になる。やりよる。よくやってくれました。その戦ぶり手本といたします。ここまで来ちゃったの。皆さん任せたわよ。浜物前の気配がしたかと来ている。以前もあなたの力をお借りしましたね。またご協力をお願いできるでしょうか。ええ、もちろん。ではまず指揮で敵の動きを阻むとしよう。敵の兵力が衰える気配すらありません。まずは倒す。これはおそらく玉物前の仕業によるものでしょう。手を打てればいいのですが。玉の身はやはり穴だろう。この地には流血がある。それを出す敵の現出を防げよ。敵将大使死にが討ち取った。あらわでは倒せぬ。天明様の術を成功させねばなりません。ここはまず楽器様を退けましょう。ええ、ですが油断は禁物です。殺してかかりましょう。ちゃんと冴えておいでですな。大変だよ。まずは満足。その戦ぶり手本といたします。骨ごと噛み砕いてくれよ。やっぱり流血を狙ってきたわね。でもこの先には行かせてあげない。大変だよ。これがまずは満足。打ちのめして。今ここに敵が増えては厄介だ。式に敵増援の動きを封じさせるでしょう。大変だよ。
敵に。たまものの憎みし、世を乱すか。ジョーカー、行くぞ。わしら旋回の将の力、見せてやろうぞ。なんだ、この変な奴らは。邪魔だ。叩き潰してくれる。やってくれるの。流血に急ぐとするか。ふう、無事に流血へとたどり着けた。この地の力、私ならば使いこなせる。賜物前の妖力を抑えることもできよう。さあ、術はな。賜物前がこもる砦を目指そう。わしの豪遊比類なしということで、執着至極に存ずる。執着至極に存ずる。助けくだされ。このご恩必ず報じましょうぞ。面目次第もございませぬ。皆さん、お好きよ。何かこんなのはどう。楽しめると思うわよ。俺だ、決め兵を用いてきたか。その上、呂布が4人と、これも賜物前の力によるものか。かぐつちに次第を放て。奴ならば火を消せるだろう。やっ、投げを突きました。見事なものだな。逃がってるぞ。事情は聞きました。俺の力で火を消しましょう。最強の武を見せてやる。申し訳ない。冴えておいでですな。敵の親玉と直に戦いにあった。わしにも運が抜いてきた。勇ましきことよ。なれど騒がしゅうて気に食わぬわ。なんでこうなっちゃうの。覚えてなさいよ。敵将、おふったり。敵将、愛をもって討ち取った。
おのれ。やったぞ。賜物前はもはや戦えまい。健康一滴、まずは満足。ようやってくれた。これならば賜物前を封印できよう。アナウラメシア、このわらわがそちら謎に。恨み事はまた石の中でお願いします。終わらぬ、終わりはせぬぞ。わらわは必ず再び力を。これでいいでしょう。今この一時はでしょうけれど、勝利を刻め、魂に愛を。おお、この手ごたえ。お見事に。うん、あなたなら。まあいいか、きっとまた。